はいどうも、おはこんさつま、うしみです。今回はですね、個人的に持っている牛の鹿児島愛グッズ。まあ、というかですね、地元イラストレーターさん×鹿児島のグッズと、まあ、イラストレーターさんとは関係のない、最近話題になっているあの被り物を紹介したいと思います。まあ言うとですね、地元イラストレーターさんが描いた、鹿児島愛あふれるグッズの話題と、ちょっとですね、とあるお面の話題をやります。その鹿児島愛あふれるグッズというのが、一つ目こちらなんですけども、こちらですね、地元イラストレーターのマムネモコさんですけども、まあ、最近にですね、鹿児島市の、バーチャル広報サポーターの、この花桜子さんの話題を出しましたけども、その方のイラストグッズなんですけども、山形屋が、イラストされているクリアファイルと、缶バッジがあるんですけども、こちらですね、去年鹿児島の山形屋の雑貨屋が出していた鹿児島福袋2020というものに入っていたグッズで、まあ、こちらですね、店頭とオンラインで買えたもので、牛はまあオンラインで買ったんですけども、まあ、牛が持っている鳥刺し T シャツなども入っていた、まあ、福袋にこちらも入っていたんですけども、まあ、っていうかこちらがほぼ目当てだったんですけどね、牛はですね。まあ、こちらのイラストめちゃくちゃいいですよね。まあ、鹿児島弁でいうとこのワンゼオかよかってやつですね。まあ、それはいいとして、紙袋もまあ見たことのある山形屋のものなので持ってるだけですね、まあ、建物的なものもあるんですけどそれも含めると鹿児島を好きなんですかとか鹿児島の方ですかと言われるかもしれませんね、まあ、牛としてはまあこれどっちも使ってるんですよね。クリアファイルも結構日常で使ってますし、でそして次なんですけどもつい最近ですねすずりで販売開始されたカゴラブグッズのトートバッグなんですけども、まあ、実際届いてみたら、まあ、実際持ってみたんですけども、まあ、デザインが良くてバッグも意外と良かったので、まあ、これは普段使いすることが決まりましたねっていうかこのイラスト見て思ったのがこれも普通にパーカーを今度買うしかないなと思ったんですよね。これ結構デザイン的にもうあの日常で使えるっていうかなんか違和感ないよなって思ったんですよね。で最後にですね、鹿児島愛のグッズとは関係ないんですけども、今年のハロウィンで話題になっていた、元空堂さんの狐のお面なんですけどもこちらですね去年の12月の末にやっていた鹿児島のとある同時イベントで買っていたものなんですけどもこれですね普通のやつ以外に鈴付きのやつがあったんですけども今思うとですねそっちを買っておけばよかったなと思ったんですけどもちょっと予算的なもので、まあ、ちょっと諦めてちょっと安い方の紐だけのやつを買ったんですけどこれいいですよね本当にこれかぶって鹿屋市にある神徳稲荷神社というですねクリスタル鳥居がまあ有名な神社でかぶって撮影したら映えそうですけどねまあこれ撮影できたらやりたいんですけども世界は喜びが溢れている物語はいつも果てしない